はい、今回はね、デイビッド・シャピロの話をしたい。これ、デイビッド・シャ YouTuber ピね。ロの話はすでに、何回出してる？2、32回回やってまは、すね。ね、2回やってますね。2回やっアてナましーキたーはね。ね。何度も出てきますね。まあ、もう一回ね、言えば、デイビッド・シャピロって何者かといえば、YouTuber ですよ。で、AI 系の YouTuber ね。で、ここで取り上げたのはですね、彼が、もう一回歴史的に言えばですね、去年、2023年の3月、GPT-4 が出た段階だよね。で、AGI は2024年9月に出ると。つまり、まあ、先月ですけどね。と言ったわけですよ。で、あと1年半後に出ると。で、その後でもね、あとね、1年後に出るとかさ、10ヶ月後に出るとね、言い続けてきたわけよ。で、ところがですね、ある時からね、風向きが変わって、ちょっと出そうにないと、まあ、思ったんかして、風向きが変えて、AI の進歩がね、鈍化してると遅くなってるとか言い出してね。で、だから、AGI は、今年の9月の言うのは、まあ、ないとはっきり言ってないの。AGI の進歩が、遅くなってると、遅れてると、と言ったわけ。で、そのことは、だから、今年の9月に AGI が出なくたって、まあ言い訳、予防線張ってたわけ。で、ところがね、この9月に大雨が出てね、まあ大騒ぎになってね。で、これをまあね、AGI であるという人は他にはいないんだけどね。でもね、非常に進歩したから、これが AGI であると言い張っても別に良かったわけですよ。あれ AGI の始まりでね、であると言っても良かったわけ。で、この大案が発表されてから、ね、デイビッド・シャピロはね、YouTube を3本出したわけ。ね。1日おきにね。で、1本目はね、どういったかって言ったら、前にね、進歩が遅れてると言うたから、この大案は大したことがないと言ったわけ。で、つまり、まあ自分の、まあ予言を1回ひっくり返したわけだから、で、それと、つじつま合わせるために大したことはないと言ったわけ。ところが、2本目ではね、大したもんだって、ちょっと変えたわけ。で、それはなぜかというと、自分の知り合いの PhD を取ったよね、研究者が、すごいと。ね、何人も言うてると。だから、なかなか大したもん。でもね、本当にすごいというには、ちょっとね、忸怩たるもんがあったらしくてね。で、まあ、天才的数学者、フィールド小学者が言う。まあ、この大案はね、それは頭がいいかもしれんが、まあね、凡庸な大学院生程度だって言ったわけ。で、だから、デイビッド・シャピロはそれに飛びついてね、大したことないとは言えないが、まあ、凡庸な大学院生レベルだと。で、2回目にはそういうふうに、意見をちょっとね、変えたわけ。ところが3本目はね、これはすごいと言ったわけ。つまり意見がね、3本取ったうちにね、だからどう変わったかって、もともとはね、AGA がね、9月に出ると言うて、で、こうやってやる。次に、こうなったわけ。で、3本目が、これはすごいと言ったわけ。なね、コメント欄見るとね、まあ、デビッド・シャピロの同情的な人もあるんだけど、むちゃくちゃ批判的な人もおってね、俺はね、デビッド・シャピロを評価しとったから見てたけど、なんや、このこいつはって。ね、こんなにコロコロ変わってなんやねって。だからね、僕は自分は YouTube のね、推薦から外してくれって言うてんのに、まだ出やがるって。いうね、激烈なね、批判も出たわけ。で、数日前に何を出したかって言ったら、彼はね、スタジオでちゃんとやるのとね、森の中を歩きながらね、喋りながら自撮りやるのと2本のやり方があるんだけど、で、森の中歩きながらね、彼はね、衝撃的なことを言った。私はやめるって言ったわけ。はい、クイッとって。つまり、その YouTuber、この AI の YouTuber をやめる。って言ったわけ。で、なんでかっていう理由がね、これがね、よくわからない理由を言ったわけ。自分は健康の問題を抱えておったっていうわけ。で、それはね、実はガットの問題だ。
まあ、ガットって、紹介、腸ね、うん。ところが、それがね、で、自分はね、非常にね、不安神経症だったというんだ。だから、うん、自分の将来がどうなるかとか、どうとかっていうこと、ものすごい不安だったっていうね。ところが、このね、治療して、その病気が治ったっていうわけ。で、治ったら、不安がパッと消えたという。で、そう言うんだけど、そのことと今やめるって言ったことってどういう関係があるんだって。つまり、不安が解消したのならね、やめる必要ないじゃないですかって。ですね。で、さらにここで僕は思ったね、あ、この人はね、潰瘍性大腸炎だと思ったわけ。うん。ほんでね、きっとイヌリンを飲んだ。いやいや、それで治ったんじゃないかって。彼はね、ガットブレインアクシス、脳腸相関の話してね、腸に炎症が起こると、脳にも炎症が起こって、脳に炎症が起こると不安神経症になるんだと。うん、これ僕非常によくわかるわけ。自分が潰瘍性大腸炎だったからね。だからね、まあ彼にそういう意味では同情的なんだけどさ、でもね、説明にはなってないわけ。病気治ったからね、で不安がなくなったからやめるって何なんだって。で、さらにね、またね、これがね、極めて僕にも面白い。で、デイビッド・シャピロって人はどんな人かっていうのをよく見ていただければわかるんだけど、特に散歩してる時に見ていただければわかるんだけど、顔はね、まずね、まあ、ひげは剃ってるけどね、まあ、もうすごい、こう、ひげ跡が濃くてね、で、頭はね、そのスキンヘッドね、だから筋肉ムキムキね、からね、腕に入れ墨してんのね。だから、スタジオでやるときはね、スタートレックの服装を着てんだよ。つまりね、なんていうかな、ムキムキマンなんや。うん、一見ね、うん。それがね、不安神経症だって想像できへんわけ。健康優良児みたいな感じなんですね。まあ、入れ墨っていうのは健康優良児行き過ぎとるけどね。まあ西洋人の多いね、アメリカ人の入れ墨してる人が、ね、まあね、多いですけど、うん、いや、まあまあともかくね、そのね、見かけとね、そのね、心の弱さっていうかな、うん、でね、やめて何をするかって、でね、小説家になるって大丈夫ですか。で、妻がライブラリアン、師匠だと、うん、で、妻と話し合ってね、で、自分はね、彼はね、一番最後の方でね、ヘビーシルバーという小説を書いたっていう宣伝をやってたわけ。うん。だから今度はそれでやっていくと。だからね、別に辞めるのはね、彼ね、あれですよ、サブスクライバー10万人を超えてるからね、うんうんうん、まあ、極端に言ったらそれで食っていけるわけ。だけど、うん、別にね、これ辞めたら、食うに困るとかいうようなことはないんだって彼は言うわけや。うん、で、だから、まあ、だからやめるんだろうけど、で、小説。ところがね、やめるってクイッとするって言ったから、もうそれで終わりだと思ったよ。ほんなら、その次の日にまた出てるんや。それはね、ライブで、みんなに、なんでやめるかとかいうような話をしてるわけや。でも、そこでもね、そこでもね、この横にコメント欄があるから、このね、予測が外れたことかって言うんだけどね、うん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 、それはきっと言うてないのよ。うん、だからまだカッコつけていいんや、うん。でね、それが最後かと思ったわけや。で、その次の日にまた出してんねん。これはね、何かって言ったら、今後何をするかっていう話だ。だからね、未練いったらだらないや。でね、やめるってね、こう衝動的に言うてしまってね、しまったと思ってるね。で、これほどね、なんちゅうかね、心がね、揺れ動いてる人なんや。ああ。このムキムキマンが、スキンヘッドでムキムキの漫画やね、こんなに心が弱いっちゅうのが、まあ僕には面白い。まあまあ悪いけど。うん、まあ、僕もね、心強いとは、余裕案がね、余裕案が。で、僕はね、よくわかるんや、彼の
その潰瘍性大腸炎だった時はね、僕はねそういう不安神経症もあったけど気力がなくなるんよ。あ、まあ、あの 病名に関してはあれですよね、松田先生の推測です、ね、推測。でもね、彼はあの脳腸相関って言って、で腸の炎症が脳の炎症に関係してって言ってるから、腸の炎症って言ってるから、まあ潰瘍性大腸炎かクローン病かなんかだろうと思うわけよ、うん。まあちょっと話聞いてる限りでは、あの単なる釣りとかね、あの YouTube の動画で視聴数を上げるための釣りというようなことはないのかなとは思いますけど、実際見たらそうじゃないっていうことなんですね。いや、でもやめると言ってしまってね、もしね、もう一回やったらどんだけ叩かれるか。そうですよね、叩かれるっていうのはなかなかやっぱ大変ですよね、これ、ね。いや、だから、このコメント欄でもね、優しくしてくださいとお願いします。割とね、心痛みますよね、ネガティブこと、うん。いや、そうですね。そうですよ。いや、ちょっとでも謎の人ですね、今の話聞く限りは。うん、でも言ってることは割とずっとちゃんとしたこと言ってきた人なんですね。と思うんや。揺れ動いてはいるがね。だから頭のいい人であることは僕は否定しないわけ。否定しない。なんか不思議な、ちょっと理解できない感じのタイプですね。うん、いや、つまり、はい、とりあえず、こんなお話はこんなとこでよろしいですか。はい。はい。